はい、こんにちは、福来すずめあずきアードです。今日はですね、日本を象徴する花とも言われている、菊をですね、上生菓子で作っていこうかと思います。菊といえばですね、日本で古くから栽培されている日本の歴史ある花でして、パスポートだったり、あとは皇室の紋章とかにも使われている日本を象徴する花ですね。まあそれだけ歴史があって愛されてる花ですからね。まあ和菓子の業界でもすごく作られておりまして、まあ上生菓子で菊といえばもうすごいポピュラーといいますか、すごい愛されてる上生菓子として非常にずっと作られてるお菓子ですね。ということで、その上生菓子の菊を作っていこうかと思います。はい、今日使う、上生菓子の練り切りはですね、こしあんが15、白が15、紅ピンクが15、黄色練り切りが少しとなっております。今日作る上生菓子はですね、すごい割とシンプルな形の上生菓子でして、まあ、下手に凝らずシンプルに作ろうかなと思ってますね。まあ、初心者の方がね、まあ、やり始めるにあたってはちょっとそんなに手を出しやすい上生菓子なのかなと思います。はい、まずはですね、この白練り切りを持ちます。白練り切りを持ったら、こう潰してあげます。こう平べったい形にしてあげますね。で、そしたらこの紅練り切りをこう包案していきます。そうしたらこう包みましたので、それをさらに潰します。さらに潰しましたら、ここにこう薄べったくなるので、その上にこのこしあんを乗せます。乗せてさらに包案していきます。そしたら、形を少し腰高のような感じでちょっと成形していきます。そしたら、このような感じですね、少し丸みを帯びてるような感じで成形します。そうしたら、まあ、ちょっとこっから難しいところなんですけど、この練り切りを持っていただいて、この三角棒ですね、この三角棒を持ってこう持ちます。こう斜めですね、この三角棒を斜めにして斜めに入れます。斜めに入れて真ん中まで来たら、まっすぐに下ろします。まっすぐに下ろします。もう一度やります。ここを、斜めに入れてまっすぐ下ろします。それをずっと繰り返していきます。斜めに入れてまっすぐ下ろし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 ます。これをずっと繰り返していくんですね。すると、こういった形になります。菊の花がですね、咲いたんじゃないのかなと思います。そしてここまでいったら、あとはこの三角棒にこの黄色練り切りを少量取ります。少量取りまして、あとはこの三角棒の中に入れていきます。この真ん中にですね、垂直に下ろします。あとは離すだけですね。まあ、するとですね、こういったまあすごいポピュラーなですね、菊の花が咲きます。まあ、定番といえば定番なんですけれど、この基本的なこの動きですね、このヘラ入れの動きはすごい結構なかなか技術が難しいので、なかなか練習しないと多分習得できないじゃないのかなと思いますね。ただやっぱりできた時の美しさっていうのは一層ひとしおなのかなと思います。はい、ということでですね、今日は菊の花を作りました。まあ、このヘラ入れがですね、なかなかちょっと習得するのが難しいんですけれど、これはね、やってると結構楽しいです。ということで、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。ということで、チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。バイバイ。